来年春の選抜の21世紀枠の候補に東北地区から仙台一高が選ばれています。今日その表彰式が行われました。来年春の選抜に21世紀枠として出場するチームは現在全国で9校に絞られていて、東北地区からは仙台一高が候補に選ばれています。今日は全校生徒が見守る中式が行われ、小川郁キャプテンが東北地区高野連の関係者から表彰の盾を受け取りました。仙台一高のグラウンドは東日本大震災で津波被害を受けました。野球部はこの経験から地域住民と協力して海岸の防災林を育てる活動に積極的に取り組んでいます。すごい9分の2まで来たんだなっていうふうなその実感はあんまりないんですけど、選んでいただいたのでそういう責任っていうのはもちろんありますし、自分たちがやらなきゃいけないことはまだまだたくさんあると思うので、そこに対してしっかり向かっていきたいなっていうふうに思います。春の選抜の出場校は来年1月26日に決定します。21世紀枠での出場は2つのチームです。